天下一気が短いとのお墨付き、細川忠興にまつわるエトセトラ。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は細川忠興にまつわるエトセトラについて紹介していこうと思います。一般的にはガラシャの旦那として知られている細川忠興、妻ガラシャへのちょっと異常な愛情がヤンデレとまことしやかにささやかれる彼ですが、それ以外にも天下一気が短いと資料に書き残されるほどの瞬間湯沸かしきっぷりでした。ただそこが忠興をある意味魅力的な戦国大名に仕立てたわけで、今回は細川忠興の生涯に迫ってみたいと思います。一度父に見捨てられていた。永禄6年1563年、室町幕府第13代将軍足利義輝の側近細川藤孝、後雄斎の長男として忠興は誕生しました。ところが彼が3歳の時、義輝が暗殺される永禄の変が起きてしまいます。この時父藤孝は当時お坊さんだった後の15代将軍足利義昭を救出するなど幕府のために頑張っていたんですが、肝心の息子イコール忠興を京都に置き去りにしてしまったんですよ。このため忠興は乳母と京の町屋で暮らすことになってしまいました。しかも平民風の名前まで付けられ、平民として育てられたんです。父が迎えに来たのはそれから4年後のことでした。その間に父は母のことは呼び寄せていたそうです。しかも迎えに来た時は忠興がまだ会ったこともなかった弟まで連れていたということで、幼い忠興にとってはかなりショックだったことと思います。そしてこれが彼の人格形成に暗い影を落としたのかもしれないなんて思いますよ。運命の女性、玉との結婚。幼少時代に強烈な苦労を味わった忠興ですが、それでも父と行動を共にします。父が足利義昭から織田信長に主を変えると、彼もまた信長に仕え、その後信長の息子信忠に仕えました。忠興という名は信忠の一字をもらったものです。さて天正6年1578年、16歳の忠興は元服し妻を迎えます。仲介は信長で、明智光秀の娘玉子友が彼のもとに腰入れしてきました。信長は2人を見て、人形のようだと目を細めたそうで、美男美女でお似合いの夫婦だったそうですよ。そして政略結婚ながら2人は仲睦まじく愛を育んでいったのです。ところが天正10年1582年、信長が本能寺の変で倒れます。反旗を翻したのは忠興が愛する妻玉の父明智光秀でした。光秀はすぐに細川家に使者をよこし、味方になってほしいと言ってきます。しかし忠興らはそれを拒否し、これで光秀の敗北は決定的となりました。その後光秀は羽柴秀吉に討たれますが、秀吉に睨まれることを避けたのか、忠興は玉をやむなく幽閉したといいます。二人の普通で幸せな結婚生活はここで断ち切られてしまったのでした。というのも玉の幽閉が解かれた後、忠興はかなり強烈な仕打ちを彼女にするようになったんですね。それはまた後ほどご紹介します。どこまでも家族に恵まれない男、一応父とは波風を立てない関係を保っていた忠興ですが、信長から秀吉へと従う相手を変えてからまたも不幸な事件が起きてしまいます。秀吉の命により明智光秀に通じた丹後、京都府北部の一色義貞を謀殺した忠興ですが、この一色義貞には彼の実の妹が嫁いでいました。義貞の暗殺後、兄弟の対面の場でなんと妹は忠興に対して懐刀を振りかざし切りつけたんです。忠興は身をかわして危うく難を逃れましたが、
彼の鼻には傷が残ってしまいました。この時の話はタブーとなり、忠興の前では誰も鼻の傷に対して触れることはなくなったそうです。忠興と息子たちにもこんな話があります。もっと後のことですが、玉が自害した時、その場にいながら逃れて無事だった長男忠隆の嫁に忠興は激怒をし、離縁を命じたんです。しかし忠隆はそれを拒否し、忠興は息子を廃嫡してしまったのでした。また次男沖明は細川家を出奔してしまい、なんと大阪の陣では豊臣方についてしまったんです。徳川家康は沖明が戦後も生きていることを知り、許そうとしてくれたんですが、忠興はこれを謝絶し、息子に死を命じたのでした。妻玉も不幸な死を遂げるわけですから、忠興はちょっと家族の縁には恵まれないみたいです。それに関しては気の毒だなと思いますよ。妻とのおかしな関係。秀吉に従い数々の戦に参加した忠興は、豊臣政権内で着々と足場を固めていきました。しかし妻である玉との関係はだんだんギクシャクしたものになっていきます。九州征伐後に帰ってきた忠興は、幽閉を解いた玉に対して、俺は側室を持つぞとなぜか宣言し、何かと玉に辛く当たるようになりました。ちょうどその頃、子供が病弱なのを気に病んでいた玉は忠興の変貌ぶりにも戸惑い、やがてキリシタンとなり、ガラシャの洗礼名を授かってしまったんです。逸話ではありますが、こんな話も伝わっています。ある時、細川家の庭師がガラシャの美貌に見とれたと聞きつけた忠興は、その庭師を手打ちにしました。しかもそれだけではなく、庭師の首をガラシャに突きつけたといいます。ところがガラシャは表情一つ変えません。それを見て、お前は蛇のような女だと言い放った忠興に対し、ガラシャは、鬼の妻には蛇がお似合いでしょうと答えたそうです。また忠興が家臣を手打ちにした際、刀についた血をガラシャの着物で拭ったことがあったそうです。しかしガラシャは着替えもせず、平然とその着物を着続けたため、たまりかねた忠興は、頼むから着替えてくれと謝ったとか。それでも忠興はガラシャを愛していました。彼女がキリシタンになったことは反対しましたが、結局離縁はしていませんし、朝鮮出兵時には戦地から、秀吉の誘いに乗ってはいけないと手紙を送り、彼女の死後は教会で葬儀を行い、自ら参列しています。なんだか歪んだ愛情表現ですよね。それもまた幼い頃、親に半ば見捨てられたという経験が関係しているんじゃないかと思ってしまいます。関ヶ原、そして妻の死。秀吉の死後、石田三成をはじめとした官僚文治派らと、戦場での働きをメインにした武断派らの対立が深まっていきます。忠興はどちらかというと武断派であり、加藤清正らをはじめとした三成襲撃事件にも参加し、やがて徳川家康へと接近していきました。というのも、忠興自身が三成と仲が悪かったからなんですね。そういうわけで、関ヶ原の戦いにおいては忠興は東軍に参加するのですが、その時彼は家康に従って会津征伐に向かっていたところでした。そのため京都の屋敷にガラシャを置いたままだったんです。一方、三成は諸将の東軍参加を阻止するため、京都に人質として住まわされていた彼らの妻子を抑えようとしました。そしてまず取り囲んだのが細川屋敷だったんです。忠興は会津征伐に迎え前、もし妻の名誉に関わることがあれば妻を殺して皆切腹せよと命じていました。同じようなことをガラシャにも申し付けていたんでしょう。屋敷を囲まれたガラシャは屋敷に火を放つと、家臣の手にかかって死ぬことを選んだのでした。妻の死という衝撃は大きかったことでしょう。しかし忠興は関ヶ原本戦で活躍を見せ、
最終的に40万石という領地を得るまでになったのでした。その一方でガラシャの警護役が逃亡したことを知った忠興は追っ手を放ち殺そうとしています。ただ徳川家康がその警護役を召し抱えたため断念せざるを得ませんでした。晩年は丸くなった？前述の通り、長男の廃嫡や次男の除名拒否などいろいろと波乱がありましたが、大阪の陣の後の元和6年1620年、忠興は三男の忠利に家督を譲りました。そして正保2年1645年、83歳の長寿を全うしたのです。戦場が恋しいと言い残し、どこまでも一武将の心意気を忘れることはありませんでした。細川家に伝わる家臣兼定は36人の家臣を手打ちにした忠興が、その数が平安時代の和歌の名人である36家臣に共通することからその名を付けられたと言われています。本当は6人を手打ちにしたそうですが、こんな風に壮年期は家臣を手打ちにしまくった忠興ですが、晩年は丸くなったと言われています。本当ですかね。36家臣なんて雅なものを刀の名につけてしまうくらいなので、彼は瞬間湯沸かし的な側面を持ちながらも教養あふれる文化人でもありました。和歌だけでなく千利休に師事し、医学にも通じていたそうです。中でも武具のデザインにはこだわりがあり、自ら手掛けるなど、ある意味戦国時代のトレンドセッター的な存在でもありました。ちなみに越中ふんどしの考案者も忠興だと言われたりしています。諸説あり。まとめ1、幼い頃半ば父に見捨てられていた。2、明智光秀の娘タマ、ガラシャと結婚した。3、妹に殺されかけ長男は出奔、次男は家に反抗するなど家族面で苦労した。4、妻への愛情は一風変わっていた、歪んでいた。5、関ヶ原の戦い直前妻を失った。6、晩年は丸くなったと言われている。忠興は筆まめでも有名です。生涯に書いた手紙は1800通を超えているとか。こうした綿密なネットワークもまた細川家を戦国時代で生き延びさせた大きな要因だそうですよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。